ールデンイヤーと華やかな繁栄を謳歌して迎えた1960年、年頭早々岸総理は日米新時代をキャッチフレーズに新安保改定へ乗り出し、全学連金田騒動を尻目に念願の調印。ここを起点として安保騒動は泥沼の事態に至るのです。その頃、石炭不況にあえぐ九州では鉄の規律を誇った三池労組が分裂。強行就労をめぐる憎しみはついに流血の惨事を招くに及びました。第一組合員が暴力団に刺されるなど、労働史上かつてない陰惨な葬儀へと発展したのです。こうした労働戦線の分裂はやがて政党へも反映して、民社党の結成を促し、社会党また委員長に浅沼氏を立てて、安保改定へ政治生命をかける岸総理へ激しく食い下がりました。しかし国会が会期末になると、自民党は小沢委員長を肩車に強引な会期延長。笑えない喜劇を演じ、1ヶ月の延長を決めたのです。こうした事態をきっかけに全学連の反対闘争が激化。連日流血事件を繰り返しました。折からお隣の韓国でも学生を中心にした反政府暴動が起こり、暗黒政治へ民衆の不満が爆発。12年の長きにわたり権力の座に君臨してきた李承晩もついに退陣、アメリカへ亡命したのです。時を同じくしてアメリカの U-2 機のソ連上空侵犯をめぐって米ソの対立が再燃。頂上会談は決裂したまま、再び冷戦へ逆戻りしたのです。このような世界の危機を反映するかのように、自民党は5月19日夜、安保の質疑打ち切りを強行。警官隊を導入して座り込む社会党議員をごぼう抜き、新条約はこうして多数を頼む自民党の強引な採決により衆議院を通過したのです。強行突破の成功で喜びに沸く自民党。しかしそれは代償として議会政治の危機を招き、連日国会に押し寄せる抗議のデモは政治史上空前の規模を見るに至りました。世情騒然たる中へ、ハガティ氏はアイク訪日のお膳立てに来日。いわゆる金田事件に遭遇し、偽らざる日本の現実を体験することになったのです。こうして反対運動が頂点に達した6月15日、全学連の学生7000人が国会構内へ突入。警官隊は警棒を振るって逆襲し、国会議事堂は想像に絶する事態を招いたのです。延々8時間に及ぶ激しい乱闘の末、一人の女子学生の命が失われ、こうした事態に政府はついにアイク訪日の延期を決定。かつて6月20日新条約は自然成立、岸総理も退陣したのです。しかし日米新時代の看板は安保反対闘争と並んで右翼の潮流という副産物まで招きました。社会党の川上丈太郎氏をはじめ、三悪追放の本人岸さんまでが刺されるという皮肉な結果をもたらしたのです。そして浅沼委員長の殺害をもって右翼のテロリズムは頂点に達しました。
委員長の非業の死は戦後15年経った今日、不幸にも我が国民主主義の底の浅さを見せたのです。その頃アメリカでは瀬戸際政策の共和党に代わって柔軟外交を売り物の若いケネディが登場。こちら日本の総選挙でもアメリカの向こうを張ってテレビ論争に火花を散らしました。やがて下された国民の審判で自民党が圧勝、社会共産両党の進出に比べ民社党の凋落が目立ちました。かくして池田体制は確立され、第二次池田内閣の発足となりました。ご自慢の所得倍増論に歩調を合わせるように、我が国には縄文以来という好景気が訪れました。5000億円のボーナスブームが暮れの流通界を賑わしています。しかし華やかな繁栄の陰に、今日も食安の窓口に殺到する失業者の群れ。所得格差を反映して日本経済の深い谷間を見るようです。不況の代名詞といわれる北九州の炭鉱地帯から山を追われた人々は、大企業から中小企業へ、そして社会の底辺へ埋没していったのです。ここ大阪の釜ヶ崎では、人生の吹き溜まりのように気の毒な人が放浪の生活を送っています。子供たちの多くは戸籍すらないと言われ、学校にも満足に通えません。楽しみのない反面、子供だけが増えていく悲しい現実です。好景気の目と鼻の先でこうした姿を見るのも日本経済の宿命と言えましょう。かくて様々な明暗を描き激動に明け暮れた1960年もやがて暮れようとしていますが、新しい年こそ名実ともに大いなる繁栄の年でありたいものです。